エベルトンことエベルトン・ソーザ・ソアレスは、ブラジルのサッカー選手。ブラジル代表。プリメーラリーが SL ベンフィカ所属。ポジションはミッドフィールダー。セアラー州マラカナウに生まれる。2012年、ホルタ・レーザ EC 株組織からレンタル移籍で、クレミオフブッパの株組織に移籍。2013年10月に完全移籍で、クレミオフブッパに加入するが、この時には、 マンチェスターシティ FC も彼に接触していた。2014年、エンデルソン・モレーラ監督によって、トップチームに昇格。1月19日に行われたカンピオナートがウッショの EC3 ジョゼ戦で、有利マムテに変えて出場し選手としての初出場。初得点は4日後の CE ラジェアデンセ戦であった。 4月20日に行われたアトレチコパラナエンセ戦でカンピオナート・ブラジレーロセリエー初出場した。この試合ではパラに変えての出場であった。同年のカンピオナート・ブラジレーロセリエーでは出場機会が少なかったが、翌シーズンはスターティングメンバーに名を連ねるようになり、2015年9月6日に行われたゴイアス EC 戦で同リーグ初得点を記録した。 2016年8月15日に、グレミオとの契約を2020年まで更新。同年11月23日に行われたコパド、ブラジル決勝第一試合では、ドーグラスドスサントスに変えて出場し3点目を挙げて、3から1の勝利に貢献した。第2試合は1から1に終わり、クラブにタイトルをもたらした。2017年3月9日に行われた、 コパリベルタドーレス2017のザモライフシー戦でペドロ放射に変えて出場したことによってグレミオでの100試合出場を達成。クラブは同大会を勝ち進み優勝した。2020年8月14日、SL ベンフィカと2025年までの契約を結んだことが発表された。遺跡金は2000万ユーロであると公表し、契約解除金は1億5000万ユーロに設定した。 ことも合わせて発表された。2018年8月17日に、ブラジル代表に初招集され、9月7日のアメリカとの親善試合で代表デビュー。コパアメリカ2019のメンバーにも選出され、ブラジルの初戦となったボリビア戦で途中出場すると、左サイドからドリブルで切り込んで強烈なシュートを叩き込み代表初得点を挙げた。 第3戦のペルー戦でも3-0とリードを広げる、ゴールを決めた。決勝のペルー戦では、先制点を決め、大会制覇に貢献、大会通算で3ゴールを決め、得点王に輝いた。ありがとうございます。